ねえ約束だよ、かけがえのないステージ。川崎桜井空間の舞です。共同雫役首藤由紀乃です。この番組はメディアミックスプロジェクトアイドリープライドを様々な角度からアプローチ、その魅力を私たちがプライドをかけてラジオの前の全マネージャーさんにお届けしていきます。はい、まずは昨日そして本日開催されました、ローソンプレゼンツアイドリープライドヴィーナスパーティーザファースト、ご来場ありがとうございました。ありがとうございます。時にみんな聞いてくれてるわけじゃん。ねえ、みんなね、ほっとほっとよ。飲み会とかしてんのかな。うわ、なんかみんなで聞いてくれてんのかね。マネージャーさんの可能性あるよ。嬉しいとか、なんか帰りのね電車や飛行機やらとかで聞いてくれてる人もいるのかしら、ね、あの各位私たちは、まだ行っていない次元にすいません、申し訳ないんですが、めちゃめちゃ終わった感出してますけど、申し訳ない、まだ始まってないんですよ。そうなんですよ。だけどね、分かってることはね、いろいろあるので、今回のサニピちゃんは、はい、新曲お披露目がありました。まさかのここで新曲発表されるんだみたいな、ね、初披露。びっくりだよ。完全初披露だもんね。完全初披露ですね。いや、これをびっくりした方いたんじゃないでしょうか。ね、どうだったのかな、ねえねえとか、サニピーサニピーって言ってくれたりしたのかしら、ねね、やっぱり声出しならではのことが、ね、できるようになってきたから、ほんとほんと、もうもうもう一段階上盛り上がったんじゃないかなと、ね、盛り上がったのかしら。サニピちゃんはあれだよね、サマーホリデーとかさ、シャイニングデイズ、どっちも夏曲だから、より熱くできたのかななんて会場を思っております。夏ならではのね、やっぱサニピはこう、こう一方的にパフォーマンスするっていうよりも、みんなと一緒になって楽しめるっていうところが、やっぱライブではめちゃくちゃ盛り上がるなって思うんで、いや、できてよかったなって思いますね。マネージャーさんと一緒に作っていく楽曲だからね。そうだよね。嬉しい、嬉しい、ね、嬉しくなりたい、早く、ね、なりたい、ね、私もその次元に行きたい、みんなの次元に。ケータリング、ケータリング、あ、なんかさ、ケータリング前回さ、あの給食みたいなの来てたんだよ。そうだ、めっちゃおしゃれな、そう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 、ビュッフェ形式っていうか、なんていうんだっけ、オートミールじゃなくて、なんていうんですか、オードブル、なんだっけ、なんかあったかいのをさ作って、ホットミール、ホットミール、教えてもらった。ホットミールさんがね、来てくださって、ホットミールさん、よかったね。でも私前回あれだろ、緊張して一回もあのホットミール食べてない。え、嘘、食べなかったの、ご飯一回もご飯食べなかった。あの二回回しで一回もご飯食べなかった。え、のでそれでよく超えてたね。いや、なんかね、ライブの日って食べれないんだよね、だからオール一日食べないこととかあるけど、で、だから前回なんてポテチ全部一人で食べちゃうのにさ、萌えちゃんはそうだよね、萌えちゃん可愛いよね、だから今回は食べたい、あ、本当と思ってる。食べても平気なの、食べ、だってさ、あんなあったかいご飯さ、そうだよね、美味しいご飯入るもん、終わった後なんで食べなかったんだろうって毎回思うからそうだよ、ちょっとね、食べてるっていう報告ができたらいいなと、ね、ホットミールだとお持ち帰りもできないからね。そうなんだよ、そうだよ、その時を楽しむ、え、じゃあみんなで一緒に食べよ、サニピで、そうしよう、ね、楽しみ、なんかご飯の話、ね、いっぱい、まあまあまだ始まってないんでね、うちらは、ね、そうですね、みんな楽しかったかな、ね、ね、また感想いっぱい聞かせてください、教えてください。それでは私たちが紡ぐストーリー、どうぞ最後までお付き合いください。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、レッツゴーファイオン、エイ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 オー、アイドリープライド、こんばんはから始まる物語。改めまして、こんばんは、菅野舞です。首藤由紀乃です。早速こちらのコーナーをお届けします。お、週刊マイニュースわけで、最近私たちに起こった超個人的なニュースをマネージャーである皆さんに報告するコーナーです、うん、今回はマイニュースだけに、マイマイに超個人的なニュースを報告してもらいます、はい、ではニュースタイトルお願いします。フェス勝ち申したでございます
強いよ。まあまあ全てを察したでしょう皆さん。そうだよね、はい、言ってたよね。そう、先日行われていましたアイプラフェス、はい、お祭り、皆さんはゲットできましたか？うわ、厳しかったよ。本当本当に。そう、星子まなちゃんと星子はるこちゃんが登場しましたが、うんうん、そう、新曲のね、友達だよ、うん、いつの日もにまつわるエピソードの超最強イラストで、うん、そう、あの、まなちゃんと、まなちゃんのイラストははるこちゃんと手つないでて、そう、で、はるこちゃんの方には、その、うん、あの、星見のメンバーと手つないでる、うんうん、なんかこう、手つなぐっていうのがさ、また、音楽もつながっていくし、思いもつながっていくみたいなのが、どんどん思いがね、彷彿とされる素敵なイラストでございましたが、うん、まあもちろんみんな手に入れたよね。まいちゃんはどっちも弾いてたもんね。そうなんです。強い。え、それは何連で弾けたんですか？まずね、うん、30連しました、はい、まずあの手持ちの残ってたやつ、貯めてたダイヤで30連したら、うんうん、今までのフェスのさくらちゃんとかが出てくれたのよ、うんうん、あ、でも強い。そう、そうそう、フェス今フェス2倍だからさ、うんうん、星5がで、さくらちゃん2枚出て、昔、うん、前のフェスのさくらちゃんが、お、やった、嬉しい、この調子でって40連目引いたら、なんと、はるこちゃんが来てくれた。40連目で、それは強い。でね、うん、来て、はい、その後続けて50連目で、うんうん、ちゃん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 、たた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 たの演出が入り、なんと私、春子マナ連続で50連で手に入れてしまいました。え、じゃあ連続できたんだ。そう、天才。まあね、天才です。ありがとうございます。50連で、そう、だから、そう、私さ、いつもさ、もう欲しいって思ったものの時は、まあ割と、まあ五分五分だけど、うんうん、結構あの、チャリーン、ピコーンの力を結構借りるんですよ。今回はなんと、うん、一度も課金せずに、二人ともそう、お迎えできちゃったんです。いや、なんか私さ、毎回さ、めちゃくちゃ課金、毎回して苦戦してるイメージが、そう、あったんですよ。いつも天井行ってね、天井行って、まあ天井行ったけど、俺の勝ちって。そうそう、俺の勝ち。あの顔もですけど、あれがちーって。そうそう、珍しいなと思っちゃった。そうなの。いや、すごい。いや、思いが届いたんですよね。今回のやつをなんかその50連で弾けたっていうのもまた、ね、嬉しい。エモーショナルだね。嬉しいね。いや、絆が。あら、あら、あ、シュキナは？あれ、シュトーは、あれ、ちょっと上から、上から、上から言おう、高みの見物。あれ、シュトーさんはどうですか？あー、乾杯しましたねー。あ、俺の勝ち！でもちょっと待って、さっき、何？さっき、常夏のやつもね、一応。あ、白え。今やってますよ。やりましたよ。お、40連、お、どうですか？いや、乾杯しましたねどうして？まあまあまあ。大丈夫大丈夫、しきな。ピッコーンって。あの、最高の SE あるじゃん。そうだね。あれ弾ければね、うちらの勝ちだから。回しゃいいんだから。俺の勝ちよ。俺の勝ち、俺の勝ち。俺の勝ちですよ。そう、しかもね、今回の春子まなちゃんは超強強らしいの。いや、強い。間違いないよね。だからね、もうちょっとライブバトルで使うのが楽しみなんです。ちょうどね、皆さんも弾けた方は、ね、よかったら教えてください。教えてください。ありがとうございます。はい。というわけで、来週は高尾かのんちゃん、のんのんが超個人的なニュースを報告します。はい。以上、週刊マイニュースのお時間でした。それでは、ここで一曲の前に、オンエアするアイプラ楽曲の歌詞をテーマにトークセッションをしていきます。はい。今夜オンエアするのは、パジャパのパジャマパーティーでーす。めちゃくちゃ好きですね。大チュキ。そうよ、ユリコの時にね、うん、やらせていただいて、モコモコパーカーでパフォーマンスさせていただきましたね。ねえ、あれは。可愛かったな。可愛かったですね。大好き。なんかあの時の、うん、あの、しずくちゃんの衣装も個人的にすごい好きで。わ、うんうん、かる。そう、髪下ろし。しかも髪下ろし。あれ、そうなの。ちなみに、カンノは、もう、超しずく推しなんですけど。うん、ピコンピコンしたけど、あ、手に入れられなかった。首都はピコンピコンで、おでの勝ち。ありがとうございましたね。また復刻してほしい。ね、復刻してほしいですね。あれ本当に可愛かったから。マジで可愛い。ね、大好き。あれ、やっぱギャップがやばいね。そうね、結ん、普段結んでる子が下ろすギャップってやばくない？確かに。しかもアップからの、完全アップからの下ろしだから。マジで最高。そこにメガネまで加えてしまうんですか？ね、ありがとうございます。っていう気持ち。オタク万歳。ね、ありがとうございます。最高に。
はい、それじゃあ、シュキナに歌詞の一部が書いてあるリリック字を弾いてもらいまーす。はい、帰り道、スキップしちゃう。かわいい歌詞。かわちいスキップしちゃう、ね。しちゃうよね。どうでしょう、帰り道スキップしちゃうくらい嬉しかったこと。普段は全然スキップとかしないですけど、うん、できますよ。今ディレクターさんからそもそもスキップできるんですかって。スキップできますよ。できるそう。できますよ。できるそう。やってみて。今やってみて。できてない、できてない、できてない。できてないよ。何これ。なんか鹿が、生まれたての鹿みたいな動きしてますね。いやいや、本当に軽快な動きでございましたけれども。めっちゃおもろい。スタッフさんみんな笑ってるわ。マジで最高。いや、でもスキップね、最近、うん、あれ、舞ちゃんとさ、うん、ディズニーランド行ったじゃん。嬉しい。あれはなんかスキップかどうかわかんないけど、うん、なんか歩きながら踊ってた気がする。だからそうだね、うちら踊ってたわ。ね、ずっと最初さ、踊りながら歩いてたよね。やったね、やったね、やったね。マジで楽しかったもん。本当に楽しかった。でも、マイマイ、マイを見てるのが面白くて。うん、え、マイマイが。こっちのセリフだけど。マイマイが、うん、本当に可愛くて、まず最初の電車で、うん、なんか、梅干し好きじゃん。うん、梅干しの飴いるって言って、まず、可愛い、優しい、可愛いじゃん。で、あの、ランド、あ、シーカ、入るじゃん。ご飯食べよう、いっぱい飲み物飲もうって言ってさ、なんか可愛い飲み物いっぱい飲んでさ、血糖値上がってさ、眠くなっちゃったってさ、うるさいさ、ソーリーになって、本当に感動、ソーリー感動したって言って、言ってない。で、パレード見て、パレード感動したって言って、もう、二重でめちゃくちゃ楽しかった。何なの？前前の育児日記。は？違うでしょ、違う。シュキちゃんも多分一緒に眠くなってたもん。そうだったっけ？でもシュキちゃん本当に感動したもん、ソアリンに。そう、そうだよ、ソアリン。そう。最高だよね。私が、これほどまでさ、シュキナをさ、ディズニーシーに連れてきたいって言ってた思いが伝わったでしょ。伝わった。やっぱりエンターテインメント、これなんだっていう、勉強にもなったよね。わかる。チップとデールいた時もさ、ファンサエグかったもんね。チップとデールさ、エグいんですよ。ね、私たちの手を取って、一緒、スキップじゃん。スキップじゃん。スキップした。スキップ、スキップした。そうだ。いや、楽しかったな。やだ。行きも帰りもスキップしちゃいますね。いや、ほんと楽しかった。そんな楽しい思い出がありますが、はい、はい、うん、私か、ごめんなさいね。ルルになっちゃったね。シュキちゃんの頭の中をスキップしちゃったね。スキップしちゃいました ね。はい、私たちの、パジャマパーティーの違うじゃん。ねえ、帰り道スキップしちゃうでしょ。スキップですね。はい、私たちの帰り道スキップしちゃうのトークセッションいかがでしたか。はい、それでは聞いてください。パジャパでパジャマパーティー。パジャマパーティーお気に入りの、yeah、パーティーオンナイオン、今夜はずっと最高な夜を。今夜は待ちに待ってたドキドキワクワクなフォーカリー、今すぐ早くこっちに早く帰り道スキップしちゃう、口ずさむ円高まる期待、何しよう、夜は何食べよう、まずはサイダーで乾杯、ニューなゲームは君に乾杯、相談聞く君は寛大、頼りになる My Best Friend、 夜は長い楽しもう、yeah、カードゲーム枕投げ、スペシャルな夜にしよう、今日
ここからはマネージャーさんから届いたメールをご紹介します。はい、まずはコンマルネームカズホムさんからいただきました。ありがとうございます。まいちゃん、しゅきちゃん、コンマル、コンマル、二人はプライベートでもよく一緒にお出かけをされておりますが、お二人がここまで仲良くなるには何かしらのきっかけがあったかと思われます。一体何がきっかけでお二人はここまで仲が良くなったのか、ぜひとも教えていただきたいです、というわけでした。ありがとうございます。何？なんだろう。なんかさ、サニピでさ、ライブのリハ終わりにご飯行くとかしょっちゅうあったりしたけど、あった。二人だけで遊ぶ初めてってなんだったんだろうね。いつなんだろう。マジで思い出せないってことは、うんうん、サニピ結成してすぐ仲良くなったのかな。なったのかな。全然思い出せない。なんかさ、例えばだよ、なんかさ、ペア曲があったとかさ、ね、なんか物語の中でもとかライブでも二人で練習する機会が多かったとかならわかるけど、確かに私たち作詞ズペア大好きって言ってるけど、未だにまだね、ないですもんね。作詞ズ何かっていうのもないし、まだないですから。なんだろう。でも初めて会った時のことはめちゃくちゃ覚えてる。嘘覚えてない。あれだよ、生放送だよね。いや、違うんだなぁ。思い出した。違うんだなぁ。あれだよ、階段でしょ。階段。待って、青春みたい。そう。いや、びっくりしたんだもん、あの時。嘘、なんか、まず、びっくり、まずどこの階段ですかと。まず最初の、はい。アイプロの稼働、最初の、シャインピュリティのレコーディングスタジオの階段。そう。開けたらマイマイがいたんだよね。あ、そうだ、ドア開けた瞬間だった。そうで、なんかうっすらと聞こえてた歌がすごく素敵で、っていうので、嘘、あれシュキちゃんが先撮ってなかったっけ。うん、マイちゃんが先だよ。嘘、あれ、そうだよ。嘘、本当に。そう、だから、あ、こんなに歌が上手な子がいるんだって思って。あれ、なんか今ザワザワ、スタッフさんザワザワ。ですよね。シュキちゃんが先じゃなかったですか。私だって、私が階段にいて、ドアが開いてシュキちゃんが出てきたイメージだった気が。絶対違う。でもだって、スタッフさんがシュキちゃんかもって言ってるよ。まいちゃん、私、萌えまろ。本当？私、萌えまろと終わりですれ違ってる。じゃあ、そっか。そう。お、じゃあスタッフさんと私が。そうだよ。すいません。そうだ。スタッフさんがまだみたいな顔ってこうしてる。あれ、高尾さん、首藤さん、菅野さんって言ってますよ。じゃあ、あの歌声って仮歌だったの。嘘。じゃあ、初期のしくらじゃない、のんのんの声だったってこと。じゃあ、のんのんだったのかな。待って、本当にわかんない。収集つかない。いや、でもね、何にせよドア開けた時にそうね、いて、ばったり、すごい可愛かった。ありがとう。私もさ、なんかその時さ、服の系統が今と確か四季名が違ったのかな。そう、私なんか萌えまろにギャルって言われた。やっぱ、そう、なんかミニスカート履いてて、めっちゃ足綺麗で可愛い子いるなって思ったんだよね。でも萌えまろには本当にギャルで怖くて話しかけられなかったって。マジ言われたの。言われたし、私は私で萌えまろが怖かったから、お互いに喋りかけられなかったんだけど。面白い。そうだったんだ。そう、でも萌えまろは、もしかしてしずくちゃんのことですよねって言ってくれて、めっちゃ可愛いし、いい子やん、嬉しい、思った記憶ある。そっからどう仲良くなったんだろう。まあでも、いろいろ二人で遊ぶことが増えて、だから私が多分、その、みんなと仲良くなりたいって気持ちが大きかったから、結構菅野自分からみんなのことを誘うこと多いかも、今も。そうだね。昔も。なんかグループがここまで仲良くなったのもそうだし、個人個人でもそうなのは、前々が割と声かけてくれたり、誘ってくれるのが多い。嬉しい。本当に思いますよ。やった、ありがとう。いや、本当に。そう、本当。嬉しい。もともとだって、グループラインもここまで動くって。まあ、そうよね。なんかよくあるじゃないですか、こういうグループライン、キャストさん同士で作りましょうみたいなのあっても、なかなかやっぱ稼働しづらいっていうか。しかも他事務所だしさ、うちら。そう。ねえ、こんだけ、そうだよ。みんな知ってた？うちらこんだけ仲いいのに、実は、事務所みんな別々で。いや、本当そうだよ。なのに、こうやってね、予定合わせてまで会いたいってなっちゃうくらい。大好きなお友達ができたって、マジで幸せなことなんだが。
いやでも本当にマイマイがさくらちゃんみたいに、うん、なんかみんなに要所要所で見てこのガチャめっちゃ可愛くないとかさ、嬉しい優しい、みんなで遊ぼうよみたいな声かけてくれるのが大きかったんじゃないかなと、うん、やだ思いますよ本当に。そうして私たちの絆は生まれたのね。ねえ、深まっておりますね。ありがとうございます。ほくほくキンキン最近いつだ。え、最後あ、でもあれじゃない、ディズニーが最後、スキップ最後か。あれでも違う、その後合ってるわ。合ってるっけ。あ、リリーベの時さが最後か。リリーベの待ち時間にめちゃくちゃ喋ったからね。あった気がしてたわ。そうだった、ね、そうだ、あの時シュキちゃんがあげたやつ使っててくれたんだ、うん、そうなんよ、ネイルとネイルをね、うん、みんなにプレゼントしてくれたやつ。あ、あとキンキンで前前がくれたキーホルダーを持ってきました。嬉しい。これはライブのリハの時に、うん、まいちゃんが、うん、私がハンギョドン好きなのでサンリオの、うん、ハンギョドンのキーホルダーをそうくれました。あのハッピーくじでハンギョドン当たったから、うん、これシュキちゃんにあげたいと思ってあげたの。ナイトプールハンギョドン、そう、嬉しい。私も今さ、シュキナがさ誕生日くれたポーチ使ってる、持ってきてる。本当に、あのポムプリの今見えてるこのシナモンのやつと、恐れのやつね。これ見てもここは壊れちゃった、壊れちゃったけど使ってる。あ、本当だ。紐がね、絶対ずっと使っててよ。そう、使う、お願い。そうだろう、ね、こうやって服とかさアクセとかもいっぱいお揃い増えて、そう、なんかこんな仲良くなると思わなかった、思わなかった。背丈も似てるから、ね、こんなお揃いのものあるってくらいあるし、そうね、だから身長の悩みもね喋れるし、そう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 、毎日 LINE 止まらないしね。てかそろ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 やめてくださいって言われてるけど、無限に喋れてしまう。無限に喋れちゃう。ありがとうございます、はい、ということで、ありがとうございます。今日のメールはここまでです。こんまるでは引き続き皆さんからメールを募集しております。アイプラに関することはもちろん、私たちへの質問やメッセージなど何でも OK です。はい、詳しいコーナー情報はアイドリープライド公式サイトをチェックしてください。メールアドレスは pip@joqr.net pip@joqr.net です。いつまでもお待ちしてます。始まる物語。あ、やっと出た。マネージャーさん、まだライブ会場にいるんですか。早く打ち上げ会場に来てください。大変なんですよ、ハルコちゃんが酔っちゃって。それにマネージャーさんからライブの感想をまだ聞けていないので早く聞きたいです。まだお仕事が残ってて大変なのは分かってますけど、早く来てくださいね。ああ、はるこちゃん、もう飲んじゃダメ。お送りしてきましたアイドリープライド、こんばんはから始まる物語、エンディングのお時間です。今日のコルフラメはねえ、しっかりしてしきちゃん。本当じゃね、本当よ。今日のコルフラメはコンバルネーム、はい、坂田っつーさんからいただきました。ありがとうございます。いつまでもね、お待ちしておりますよ。待ってますよ。ありがとうございます。嬉しいねえ、いつまでもじゃないよ。もうさ、びっくりした。もう爆笑しすぎて、この後すぐさコルフロムね撮ってるんですけど、もう笑い転げて椅子から落ちちゃってさ、もう撮れる状況じゃなくなったの私は。なんか PIP を言えた安心感で言い切ったぜって思っちゃってさ、うんうんうん、あ、そう、実際はね、あの PIP を POP って噛んで撮り直したんですけど、ね、ねで、その後ね、でいつまでもお待ちしてるしさ、まあ、確かに、ね、そうね、そうね、間違ってはないけど間違ってはないけど、いつまでも待ってます。私そう、そうしよう、これからそうしようか、はい、いつまでもお待ちしてます。はい、というわけで、アイドリープライドからお知らせです。はい、まずはゲーム情報。その時喧騒を忘れてガチャが開催中、浴衣姿の星子雫が登場しています。ありがとうございます。本当にありがとうございます。これね、さっきちょっと見させていただきましたけど、やばい、すごく良かった。いや、良すぎるわ、あのしずくちゃんの表情と髪の毛、ね、髪型初めてだよね。さくらちゃんもいたし、そうね、サクシーズちょっとありがとうございます、ね、助かりますね。片は、はい、
続いて音楽情報です。はい、月のテンペストとサニーピースの新作 CD のリリースが決定しました。さらに早期予約特典として今年の冬より開催するゼップツアーの最速先行受付に参加できるシリアルナンバーをご用意しております。な、え、なに、新作 CD のリリースにゼップツアーツアーやばくない、するんだ、ちょっと、だって私たちさ、初 2days を昨日今日終わらせたばっかりよ。そうか、ま、たこれ何、冬、冬、冬か、冬って言ってる、冬にすぐじゃん、また初めてのツアーを、ツアー、こんなに早く経験させてもらえるんですか、いろんなとこ行けるんだね、じゃあ楽しみ、たくさんのマネージャーさんに会えるのも楽しみだし、うん、全部会いに来てください。はい詳細は公式ホームページをご確認ください。はい、さらにグッズ情報です。マルイシティ横浜にてゲームリリース2周年記念アイドリープライドポップアップショップが開催中です。はい、今後神戸、名古屋、佐賀、幕張でも開催予定です。すごい、販売グッズやスケジュールは公式サイトをチェックしてください。お願いします。そして次回のパーソナリティは白石千佐役の高尾香音ちゃんと共同雫役の私しとゆきなが担当いたします。というわけで、うん、菅野先生から、はい、高尾さんに聞いてみたいことなどこの話してなどあればと台本にあります。でも今更確かに、ね、全部知ってる、どんどんの全てを知り尽くしてる、何年もこんまりでね、いや本当、そう、本当だよ、しかもこんまりで絆もあるし、ね、そうだね、知り尽くしてる。まあじゃあそうね、サニピでまたご飯に行きたい、うん、サニピで行きたい、ね、この夏は行けてないもんね、まだ。そうだね、わかんない、オンエアまでに行けてる可能性もあるけど、ね、リハがあるし、それこそさ打ち上げね、サニピでもしたい、したいよね。え、じゃあわかった、はい、のんのんが絶対にやらない、うん、幹事をのんのんに任命します。これはやらないだろうな。ちょっとちょっとそう、のんのんはね、ねご飯行こうって言っても、うん、分かったって言ってね、ねスッとスッと通り抜けていくからね。だったらもうのんのんを幹事にする、で、もう期限まで決めます。夏の間に5人でご飯を食べに行きましょう。さあ、行きたいけどね、のんのん頼みましたこれでさ、高級フレンチとか来たらどうする？ありえる。うちらさ、今日のさ、ジーンズとかで行けないで。ドレスコード必要なやつ、ね、やばい、ね、予約されそう。やばい。ちょっとのんのんに服借りよう、ね。ちょっと気をつけて、ちゃんと強く言っておきます。ね、お願いします、漢字。来週もお楽しみに。さてさて、こんまる第120話、いかがでしたでしょうか？いやー、ちょっと、前と一緒だと、ね、ダメだわ。もうね、シュキちゃんがゆるゆるになっちゃうのよ。ダメだ、もう。え、でも楽屋のテンションで喋っちゃうのがわかる。ダメだね、かる。しかもさ、なんかさ、うちらさ、うん、初めてじゃないよ、絶対。初めてじゃないと思う。前世でこんまるやってたよ、一緒に、うん、ね。絶対やってたと思うね。出会ってたと思う。ね、今日はね、ライブでしたが。ねえ、初の、初の、初の、うん、トロッコが。そうだよ、言い忘れてた。そうや、あったんじゃない。トロッコもだし、うん、あの、サブステージ。そうだよ。結構初めてのことが盛りだくさんで。本当にそう。ね、なんか、1日目2日目でこんなに曲も変わるんだっていうところもありましたし、私さ、インタビューでね、うん、すごい直近のインタビューで、うんうんうん、いつかトロッコに乗ってみたいですって言ったの。言ったの？そう、そしたら、ナースが、うん、いや、全乗れるわけないじゃん、そんな夢のまた夢って言われて、うんうん、で、ああ、そうか、しょぼーんって、でも、いつか、いつか、まあ、あの、夢はでっかく叶えたいですって言ったら、うん、こんなすぐ叶っちゃって、キンキンで。びっくりびっくり。いや、嬉しいな。だからね、もうどんどん言ってこうかな、叶えたいことはね。そうだね、夢は言っていきましょう。はい、ではでは今日はお別れです。アイドリープライドこんばんはから始まる物語、ここまでのお相手は川崎さくら役菅野舞と共同雫役首藤由紀乃でした。マネージャーさん、来週のこの時間は私たちとこんばんはしてくださいね。バイバーイ。